どうも、じゅんです。今日はですね、またちょっとドローン関係の話をさせてください。埼玉県埼玉市にですね、ドローンのレース専用野内施設、アクロプラスっていうのが今月6月にオープンするようです。オープン日が6月18日、土曜日ですね。ドローンはドローンでも、ドローンレースになりますので、自分とかが使ってるファントム4とか、まあ、そういう空撮用のドローンとはまた違った、レース専用のドローンをやるための、まあ、施設みたいな感じですね。一応6月18日にオープンということで、アクロプラスはドローン同士でスピードを競い合うレースに特化した施設ですって書いてあります。で、3次元空間を上下左右に飛び交うドローンの最大の特性を生かしたオリジナルのサーキットは、目印としてコースのベゼルとか、まあ、各所に合計1万8000個以上の LED 電球を採用し、暗闇の中で機体とそのベゼルですね、部分が浮き出るような感じで、まあ、設計されてるみたいなということです。で、ドローンレースに関しては FPV のレース特有の面白さを伝えるためにですね、操縦者が見ている手元のモニター、まあ、その画面もですね、50インチの大型モニター4台設置してあるということで、その画面に表示しながら見学者とかも楽しめるような作りになっているようですね。で、また小型の娯楽機から、本格的な空撮を目的とした対角寸法 350mm サイズまでのドローンを使用可能な本施設、レース用のサーキットを利用し、ナイトフライドなどの、特殊環境を想定した高度訓練にも対応しているということで、自分たちがファントム4などを使ってですね、夜間飛行だったりする場合の訓練にも使えるということですね。で、コントローラーの操作に慣れるためのシミュレーターだったりとか、無料でレンタルできる機体、障害物のないホバリング専用の練習場などもあるということです。ドローンレースに関しては4級のアマチュア無線免許が必要ということで、自分たちが使ってるファントム4とか必要ないんですけど、4級のアマチュア無線の免許が必要だそうです。 5GHz 帯の電波を使うからですかね。ファントム4とか 2.4GHz 帯を使ってるんですけど、ドローンレースはなんか 5GHz 帯を使うということで、なんか免許がいるみたいですね。だからドローンレースこれから始める方はなんか4級のアマチュア無線をなんかバンバン取ってるようで、自分はもう結構ちっちゃい頃にドローンじゃないや、アマチュア無線の免許は取ったんで、もう今ほら携帯電話があるからもう使ってないじゃないですか。一応コールサインだけ取ってはありますけど、もうアマチュア無線はもうほぼ無線機電源入れてないんで、またなんかアマチュア無線ブームじゃないですけど、ドローンによってね、アマチュア無線の需要がまた上がってきたんだなっていう感じがします。まあ通話とはまた違いますけどね。こんな感じですごい浮かび上がった感じで LED のね、レース場になってるみたいですね。動画の概要欄の方にこのアクロプラスの URL 載せときますので、興味がある方は見ていただければいいんじゃないかなと思います。オープニングキャンペーンということで、無料レンタル機体を利用したドローンホバリング無料体験、お一人様15分程度、また、アクロプラスアンバサダー岡さんによるスペシャルデモフライト、産業用無人ヘリコプターヤマハの FAZER って何というものだろうのデモフライト、あと FPV プチレースというのがですね、オープニングキャンペーンがとして行われるみたいですね。日程としては6月18日の1日のみみたいですね。ちなみに場所はですね、概要欄の方にまたその URL 載せときますから見ていただければいいんですが、埼玉県埼玉市岩槻区笹久保神殿352というところにあるみたいですね。営業時間は11時から夜8時まで、オフィシャルウェブサイトがあるみたいですね。で、毎週木曜日が定休日となっているようです。で、施設のスペックに関しては、ホバリング専用練習場 A 棟っていうのがあって、幅10メートル、奥行き10メートル、天井は6メートル、もう一個 C 棟っていうのがあって、 FPV レース専用コース場ということで、幅9メートル、奥行き30メートル、天井高6メートルということですね。施設にはですね、作業台、ハンダ、工具類、充電ポイントなども準備されているようですので、整備なんかもできるみたいですね。で、施設利用料、ジュニアに関しては18歳以下ということで、18歳以下はまあジュニアとして扱えるわけですね。1時間単位一般400円、ジュニアは200円です。で、1日利用に関しては一般3500円、ジュニアに関しては1500円。で、会員にならなきゃいけないのかな、ちょっとそこら辺まで今見てるサイトに書いてないんですけど、会員になるには年間一般の方は一般の方は2万円、ジュニアの方は4000円ということで、18歳未満のまあ、中高生が練習するには非常にいいですね。年間4000円ですよ、会費が。利用料金もかなり安いですからね。一般の半額だったり半額以下だったりなんで、これから若手のドローンを育てるっていうことだったりとか、まあ、空撮の要は夜間飛行の練習とかも使えるみたいですから、そういった業界の若手の練習なんかにもいいですよね。18歳でちょっとドローンの空撮の業務には携われないか。ということで、ちょっとダラダラ喋ってしまいましたが、今回はですね、埼玉県埼玉市岩槻区にできます、ドローンレース専用、野内施設が、
6月18日にオープンするということで、ちょっとそのお話をさせていただきました。こんな感じでですね、ドローン関係だったり、カメラ関係、パソコン関係、車関係、いろんなことやっておりますので、ちょっとでも気になればチャンネル登録下の方からしていただければありがたいと思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。なんかファントム4なんかもスポーツモードにするとかなり軽快に動けることができるんですよ。こうやってシュッシュッって。だけどドローン、レース用のドローンというのはまたそれとは全然違うような動きをできるみたいですね。すごいですよね。でアマチュア無線の免許が必要だったりとか、自分今回の申請でもですね、アマチュア無線の申請と、あと第3級陸上特殊無線技師も持ってますんで、その資格も一応書いて入れたんですけど、アマチュア無線がドローンレースで必要っていうのはこの前初めて知ったんですよね。アマチュア無線結構ね、自分より年上の方ってのは結構持ってる方多いんじゃないですかね。地域によってはドローンレースもね、ちょっとだけ興味が出てきちゃったりするんですけど、まあとりあえずはファントム4で楽しみたいなと思います。